ファンタスティックスフロムエグザイルトライブのパフォーマー、サモトナスクです。よろしくお願いします。これがヒロさんからいただいたバーバリーのやつで、はい、僕もバーバリー好きだったのでヒロさんからいただいたっていうのもあって、やっぱ着るとなんか強くなった気持ち、はい、運も上がるんじゃないかなみたいな気持ちで、これはもうずっと多分保管すると思います。ちょっと違う雰囲気のやつを選んできました。ハーレーダビッドソンのイージーライダーっていうやつなんですけど、イージーライダーに乗ってる女性の後ろ姿っていうので、シルエットとかも形も良くてすぐ気に入っちゃって買いました。この色合いとお尻が最高です。これはこれを作ってる方が安室奈美恵さんが好きで、ニュールックっていうのと安室奈美恵さんのスイースイナイトブルーっていう曲名をプリントされてて、僕も安室さん好きで買いますって言って、もう速攻デニムとかに合わせるとこの赤が映えて。 T シャツそれどこなんですか？剣台さんっていう刺繍メインで活動されてる双子の兄弟の方がやってて、気に入って買っちゃいました。派手すぎるものがちょっとあんまり苦手 で、でワンポイントっぽいのが好き で、でその中でもちょっとお気に入りの T シャツを選んで、はい、ちょっとダサいをかっこよく見せたいっていうのが僕の中であって、で今回はちょっと持ってきました。先輩方みんなおしゃれでかっこいいブランドめっちゃ持ってるんで、やっぱかぶっちゃうと申し訳ないなみたいなのもあるんで、その中でも僕のちょっとこだわりを入れつつなんかおしゃれにしてるのは、そこがちょっと楽しいですね、やっぱ毎日、はい。このパンツもお気に入りで、これに合わせるとしたらやっぱ半袖が多いんで、こういう夏は多いですね。こうやって服を通してたくさんの方とつながれたり、服の歴史を知ることによって自分のファッションに自信を持てたりすると思うので、ぜひなんか歴史を調べたり、お気に入りの T シャツのこれの文字の意味なんだろうって調べると、よりその T シャツとか服1枚に対して思い入れが強くなると思うので、そういう面も大切にしたらもっと服が好きになると思います。僕も勉強しながらファッションを大切にしています。今日はありがとうございました。